リークリスマス。12月に入り、いよいよクリスマスシーズン。街がイルミネーションでキラキラと輝いて、いつもよりもワクワクした気持ちになりますよね。そんな今の時期にぴったりなイベントをご紹介したいと思います。子ども未来館プラネタリウムでは、特別プログラムモノッソ星空トークショークリスマススペシャルを投影します。思わず誰かに言いたくなるようなクリスマスに関する星座の知識をたっぷりご紹介。心躍るクリスマスソングと一緒にお楽しみください。そしてクリスマス特別投影をご観覧いただいた人に、こちら未来えいちゃんオリジナル缶バッジクリスマスバージョンをプレゼント。ぜひ遊びに来てくださいね。続いては高松市美術館からのお知らせです。坂東さん。はい、ここ高松市美術館中2階にある子どもプラスでは、フラットアートグリーティングカードを作ろう開催中です。いろんな色や柄、素材の三角の紙を組み合わせてオリジナルのグリーティングカードを作ることができます。とっても簡単に作ることができるので、小さなお子様にも楽しんでいただけますよ。開館時間中、いつでも気軽にアートや美術図書などを楽しむことができる空間です。ぜひフラッとお立ち寄りくださいね。続いては中央図書館からのお知らせです。山本さん。はい、こちら中央図書館では幼児から小学生までを対象に冬のお楽しみ会を開催します。このイベントでは図書館ボランティアさんたちによる冬にちなんだ紙芝居や大型絵本の読み聞かせ、楽しい手遊びなどに加え、イベントの最後にはサンタさんからのプレゼントもありますよ。事前申し込みは不要です。お子様と一緒に聞いて歌って踊って楽しめるイベントです。ぜひ遊びに来てください。続いてはヤシマールからのお知らせです。広瀬さん。はい、ヤシマールでは12月2日から23日までの毎週土曜日の夜にホリデーシーズンのヤシマーケットを開催します。毎月開催しているヤシマーケットが12月はホリデーシーズン仕様に大変身。夜景を眺めながら温かいお飲み物が楽しめたり、ヤシマールセレクトの冷え取り靴下や絵本、お菓子のギフトなど、冬の夜長をさらに楽しくするアイテムがにぎやかに並びます。また期間中には朗読会、ワークショップ、トークショーなどを開催します。大切な人とともに特別な時間をお過ごしに、ぜひヤシマールにお越しください。